こんばんは。元気な挨拶ありがとうございます。いやびっくりしましたね。いやもう昨日ね、ちょっと僕が急遽、はい、回しましたけれども、はい、いよいよちょっと話聞こうかなと思って。いや白井選手、あれ決定したわけじゃないっていう感じなの？練習には参加してて、はいはいはい、獲得濃厚みたいな記事を出ましたけど、すごいね。これはもうその先に言っときたいですけど、僕は代理人じゃないです。ライドミー浜口、はい、第二説出てましたけど、立ち会ってないですか、契約には。僕寝てただけです。岡山に送り込んだんじゃないかっていう。家で寝たら白井選手が岡山に。あ、なるほど。いやでもこれは狙ってんじゃないかな。このチャンネルの視聴者が代理人という。やってるかもね、これは。でも結構マジすごくない？いやすごいよね、これドンピシャで同じチーム行かへんよ。うん、いやしかもさ、契約ね、満了になった時、あね、あの菅沼選手、白井選手、白井選手とかね、はい、そのタイミングでもうなんか白井選手はストーリーで書いてはったので、うん、僕ら反応したらわざわざ、はいはい、メッセージ返していただいて、あ、なんかほんまに律儀な選手だ、ありがとうございましたみたいな、はい、頑張で、うん、応援してくれてありがとうございましたみたいな言ってもらって、いやこれからも頑張りますみたいな、はい、みたいなやり取り実習したんですけど、もうより見やすくなりましたね。より見やすくなった。おお、やっぱ試合ごと白井選手のツートップなんてあった日にゃ、ファジアーノこれマジで見てまうわ。もう文也さんの気持ちが持つかどうかとか言うより、俺らが俺がやってまうかも。ファジアーノ観戦生配信やってまうかもしれん。そうやな、その先発メンバーにこの2人どっちか入ったりして、そうちょっと見ようかってなるよな。なるよね。ちょっとまあ岡山の方からコメントも昨日とかもね、はい、いただいててその中でちょっと言われてたのが、ガンバサポとして、うん、この2選手、うん、どんな選手なのかちょっと教えてほしいと、はいはいはい、っていうコメントがちょっと来てまして、なるほど、ちょっとまあうってつけじゃないかなと思って。おお、もう去年1年もうずっと、うん、なんなら一昨年もね、うん、U23 の試合もガンガン見てましたから。見てましたよ。だからちょっとこの2選手ね、チアゴ選手、はい、白井選手、それぞれちょっとどんな選手なのかなって答えてもらえたら。あ、なるほどね。まあ、ガンバサポートとしての、はいはいはい、まあ、見てきた、まあ、印象じゃないけど、はいはいはい、まあ、まあ、みんな思ってることは近いと思いますけど、おうおう、ちょっとそれじゃあまとめてみたんで、お、ありがとうございます。ご覧ください。まずチアゴ選手ですね、はい、ブラジルの選手ですよね。ブラジルでね、うん、29歳、うん、まあ、左利きのね、まあ、この辺はですね、まあ、まあまあ基本的な情報から、はい、まあJリーグはね、途中ちょっと韓国かなんか行ったりしてるけど、まあ、はい、清水とスガンバで、うん、プレーして、まあ去年1年はガンバでお世話になりました。そうですよね。ああ、僕はこのチアゴ・アルベスを獲得するタイミングの時に、うん、はいはいはい、ね、こう清水からガンバへのラインというので、うん、なるほどね、アラウージョになりうるんじゃないかみたいなことを言いましたけれども、うん、もうさっき言ったけど、アラウージョみたいなタイプではないです。全然そういうタイプではなく、ルートは辿ってるルートは一緒やけど、一緒でよ。全くそのストライカーっていう感じではないんですよね。はい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 、チアゴ・アルベス。まあまあまあ割とこう、うん、まあでも攻撃的な選手ではあるけどね。うん、攻撃的な選手ですけど、うん、まあ何なんやろな。まあ言うてね、去年なんて、うん、俺もチアゴの家に買いますとか、うん、宣言があったりとか、うん、結構買いましたよね。そんまやこれね。ね、だいぶ結構なんちゅうの、その、まあ、僕は虜になりましたけどね、なってらっしゃいましたけれども、うん、やっぱそこのこうサポとして見てた魅力っていうのは、うん、どういうところになるんですかね。ガンバで多分1点かな、去年2点ですね。2点、はい、2点も取ったっけ。取ってました。え、多分 ACL と、あ、 ACL か、うん、あ、ア・リーグ戦じゃないかな、うんうん、まあチアゴの魅力は、うん、まあやっぱりそのなんかほんま独特なタイミングのなんかを持ってるから、うん、分かる。多分これはもうサッカーっていうか多分人間として多分結構変わった人だと思うな、うん、いや思うわ。左利きやし、なんか結構独特やん、めっちゃ。いやもうほんまに独特、うん、だからプレー見てても、うん、なんかだからなんでそこで打つねんって思う時もあれば、うん、いやそこで打つ、惜しいみたいな、あるある、ここで打つで、こんなんなるんやみたいな、結構そういうプレーがめっちゃ多かったっすね。これはね、多分ガンバ時代のやつはあんままとまってないけど、多分トス時代とかが多分 YouTube でまとめられてて、ね、エスパルストスの時は結構み、結構な距離からロングシュートを打ち込んだり、そうそうそう、あれ見てくれたら一発で多分どんな選手か、そう、まあ、だから左足の、まあ、キック力、シュート力は
あの申し分ない、ほんまにすごいハイレベルな身体能力高いなって感じ、うん、もうドバーンドヤーンっていうなんかそのキャノン砲ですけど、そうね、まあ、ガンバの時はあんまなかったよね。そうね、そのそれがまあゴールにつながったところもなかったし、なんかあんまりこう、まあね、その、まあ、逆に言うとその決定打を打つっていうよりも、うん、割とこう宇佐美選手とかと一緒にこうチャンスメイクに回るっていう方だったから、その中盤選手とガンバの時の使われ方、ぶっちゃけこうガンバでは、うん、なんかそこまでこう持ち味みたいなのを発揮できたかっていうと、まあ、うん、多分できてはなくて、まあ、あんまりハマる使い方はされてない感じがしてる。だチアワーベスはどういうところで生きるのかっていうのがちょっと分かんないですね。まあでも割と結構ボール持ちたい人だと思うよね。あ、分かる。結構。うん。だからまあちょっとまあ王様じゃないけど、でもやっぱこう中心に置いた方がチアゴは生きるんじゃないかなっていう。よりね、フリーにこう。うん。確かに今年は結構それペレイラがバンバでは担ってたから、うん。前にこうポンと置いて、うん。っていう自由にさせるみたいな。なんかね、ちょっとそこでサポートにずっと回らされたところがちょっとあんまり出し切れてなかったかなみたいなところあるんですけど、ね、いやでも本当勝負師ですよ。うん、なんかいやだから性格ちょっと変わってるのかなって言ってたけど、うん、多分本場とギャンブルとかめっちゃ好きになっちゃうから。そうなんだ。いや結構プレーでここから行くかみたいな、体勢ゴロッゴロッと崩した後にすぐパーンってすごい乗ったりとか、徳島戦のガンバでの決めたゴールも、いやそうね、まあとん結構すごいすごいゴールだったんですよ。なんかああいうちょっとこう人とはちょっと違うタイミングを、ね、持ってるから、だから結構出てきたらなんか起こしてくれそう、うん、まあ、だからまあ結構皆さんこう楽しみにしていいんじゃないかなと、ワクワクできる選手だと思います、うん、でまあ J2 やったらとか言い方がもう今現代的に当てはまるか分かんないですけど、うん、場所が変わればめちゃくちゃハマる可能性は、いや大いにあると思う、この選手はかなりあると思いますね、うん、だし木山選手という、こうちょっとこうロジカルな人が使う、うん、能力は高いと思うんですよ。いやほんまにそう、うん、爆発の可能性をちょっと大いにあると思います、ね、うん、見ていきましょう、はい、じゃあ続いて、まあ、まあ、もう一人の、はい、白井選手、白井選手、はい、こちらですね、まあ、大阪のね枚方出身、はい、まあ、大阪出身で平パーのある枚方出身の、まあ、ガンバユースアカデミー卒の、そうですね、まあ、22歳はい、で、まあ、172cm、63kg 右利きと、まあ、これちょっと数年前の情報ですけれども、うん、まあフォワードですけども、うん、まあユース時代は結構いろいろ使われてたよね。そのアンダー23で、あー、まあ、ガンバでの出場機会ではほぼ、うん、去年が2021のレッズ戦が J1 初デビュー、そう、それフォワードで出たんですけど、うん、基本まあアンダー23で出た時は、まあ、右サイドが結構出てましたね、右の、うん、ウィングバックっていうかな、まあ、サイドハーフ、まあまあまあ、サイドハーフ的な、そこへよく出てたし、うん、まあでも、まあ、何よりスピードですよね、まあスピードよな、白ハルト、うん、足速いんやろなっていう、うん、あとまあ割と足元もきっちりしてる、うん、足元はね、うん、やっぱ頑張ユースならでは、うん、でまあこの森下名監督、はい、ガンバね、今アカデミー監督やってますけれども、で一番成長した選手だと、うん、いうお墨付きをもらってる白井選手、まあ、怪我がダメで、ね、結構十字靭帯とかやったかな、あそこがちょっと残念で、ね、手がなんかも骨折とかありましたから、そうなんです、ね、ちょっと怪我に泣いてた部分あったんですけど、まあでもアンダー23ではね、結構、うん、右サイドで、うん、ゴールも決めてました、まあ、縦もいけるし、うん、中もいけるし、そう、ね、シュートも打てるしみたいな、ユーティリティ性が割とこうキレキレ、ドリブル、うん、ドリブルもできるしみたいなね、そうね、右サイドであのボール回ってきてディフェンスが来てんのをこう足出されるのをこうギリギリ我慢してこう抜くっていうシーンがあってはいはい、はい、これ伝わったかどうか分かんない、伝わってないと思うんですけどだいぶ抽象的な表現でしたけど、僕すごい印象深い試合のプレーがあって、ただ逆に多分フォワード出てた時もフォワードアンダー23で、うん、なんかこう裏に、うん、でそう裏抜け出してゴール決めたりとかそういうパターンもあるから、スピード、うん、生かしたプレーね、ああ生かしたプレーが非常に得意の選手なんじゃないですかね、まあ、かな、まあ、あとこの白井選手はね、うん、結構こう、うん、すごい律儀やなってさっきも話しましたけど、うん、なんかそんなイメージありますけど、なんかなんとなくの最初のやっぱ印象
は多分結構ヤンキーやなっていうのはすごい思うんですよ。白井選手、あのガンバのファンカンの時の、はいはいはい、あのね、FIFA と対決して、選手同士のゲームでね、そう対決する、白井選手優勝するんですけど、ガンバ使ってね、その時のあの椅子の座り方もむちゃくちゃ浅い、もうほんま、ほんまにあのほんまヤンキー座りというかしてたな、してたし、なんか結構プレーとかも、うん、なんか意外とめっちゃ負けん気強いですよ、あ、分かる、この人多分、うん、そのなんかね、そうね、今この写真の髪型やとこう結構こうなんか柔らかそうやん、あのシルバーでマッシュ感があってちょっとこう笑顔も可愛くてみたいなイメージだけど、そうそうそう、割とこうね泥臭いし、うん、すごい熱い選手だと思います、うん、そうで結構チームのために、うん、あの本当走れる選手なので、 それはもう森下監督がもうかなり鍛え上げられてますので、そこに関してはもう申し分ないと思いますし、うん、走るね、とにかく、うん、ファジアのために尽くしてくれる選手だと思います、めちゃくちゃいいと思う、まあ、できれば僕もやっぱフォワードでね見たいんですけどね、ファジアのではフォワードで入れてほしい気持ちはあるんですけど、まあまあこの辺前目だったらどこでもこなせるっていう、まあ右サイドももちろんこなせます、うん、だからちょっと出場機会的にもね、はい、結構期待できる部分があるんじゃないかなと、うん、シュートも上手いですからね、上手い、うん、うん、これはちょっとな、左足でもしっかりゴール取ってたし、うん、なんかここはちょっと魅力やな、うん、一応あの2人に共通点がございまして、うん、あ、白井選手、チアゴ・アベ選手、あ、まあね、はい、いや、これはそうやな、うん、なんかもうあのチアゴ選手がさ、うん、チームに合流 した動画、はい、めちゃめちゃ歓迎されてたよファジアーノで、ファジアーノでおだそほんま愛されキャラです、ほんまにほんまにこれはちょっと試合ともそう雰囲気良くなる、めちゃくちゃ良くなると思う、このチームの、うん、白井選手も、うん、ね、去年ガンバでも、うん、その小野裕二選手、あ、そうだそうだ、とのこう関係性があったりとか、佐賀に帰った、そう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 、うん、で宇佐美選手からもすごいこうね、うん、そうそうそう、愛されていじられてた、激励を受けた、そうで割とこうなんつうの、まあ、年齢の幅を超えて、うん、あ、そう、先輩に好かれるのは、みたいなのが、白井選手うまいよな、うん、すごいうまいと思う、で、チアゴはやっぱその可愛さ、チアゴはもう、持ち前のこの可愛さ、ね、チアゴグッズね、俺たちのいや、チアゴの可愛さ、これに代表されるように、うん、そうね、つぶらな瞳、確かに確かに、で、あのインスタも面白いし、インスタもおもろいのよ、うん、畳でね、うん、ムキムキマッチョマン筋トレしてますみたいなみたいなとかあげたりとかねそう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 、うん、いやだから岡山の雰囲気は確実に良くなるみたいな、うん、しかも木山さんがある程度こう、うん、あね、接し方とかもうそうなんやな、いや俺岡山のさ動画とか見てて思ってるけどさ、木山さん意外と明るい人なんやな、うん、そうなんや、結構こうモチベーター感もあるというか、へえ、あ、チアゴみたいな、ああ、まあそうなんや、だからこそまあああいうタイミングで入ってもらい始めたのかもしれない、なんか、ああ、なるほどね、確かにな、ラスト数試合とかでもなんかあれ見てるとすごい楽しみになったな、はい、いやもうとにかく楽しみやな、この白井選手入れば、いやほんまに、でも入るやろ、いやまあ入ってくれたらな、うん、頼むわファジアーノさん、岡山フロントどうですか白井選手めちゃめちゃいいっすよ、後悔させないっす、ほんまにこの2選手、うん、はい、いや見よ、ちょっと J2 今年、いや楽しみやね、まあそんな感じで、はいはいはい、ね、ありがとうございます、本当に白井選手の覚悟、祈っておりますので、まあまあそうね、はい、ファジアーノさん、はい、どうかよろしくお願いします、お願いします、あのサポーターの方なんか質問とかあればまた答えれる範囲で、あ、いや、あのガンバサポの人らもなんか俺が答え教えきれてないとこ絶対いっぱいあるから、あ、コメント欄でうまくやって、うまくやってコメント欄で、あの、ほんまにうまいことしてなんか、ファジアーノの人がこうですかって質問したら、うん、ガンバサポで答えてあげて、答えて、普通にマジで、あ、コメント欄で交流して、頼むわ、あ、ありがとうなほな